はい、こんにちは。昨日ですね、こちら処方を届きました。6月は紫です。皇室のね、手本を書いていきます。今日は1年生からね、行こうと思いますが、1、2年生こちらです。目覚まし時計、目覚まし時計の音で目が覚めた。はい、こちらですね。まずはそう、さっきね、出来たてです。こちら書いたばっかり。今回も手本にこう線をね入れてますので、中心線をしっかり見ながら合わせながら書くようにしましょう。こちらの、用紙には中心線がないので、練習の時にね、しっかりそれをね、自分の中でちゃんとどのあたりを通ってるのかっていうところをね、ちゃんと見といてください。そして本番に臨めるようにしましょう。はい、ではちょっと拡大をして、またね、1、2年生なんですけど、1年生にとってはこの音っていう字がね、難しいかなと思います。書き順とかもちょっと書き入れておきますので、はい、参考にしてみてください。それではね、いきます。目覚まし時計ですね。漢字を大きくしたいんですが、目っていう字はこう結構圧迫感がありますよね。こう四角く囲む字なので、そんなにこう目いっぱい大きくしないでください。こう四角の中にまたこの四角を入れるとなった時に、こう目いっぱいやるとこれ変なんですよ。だからね、まず一画目このくらいで、ここからこうかぶせるような感じで、こっちのが長いんですよ。右側の方が長いので、一画目を目いっぱいやってしまわないようにします。で、真ん中のこの2本の線っていうのは下にこう下がってこないように、いけない例としてはこうなってこうやって下がっちゃう。これはね、泣いてるみたいですよね。これやめましょう。少し上がり気味ぐらいでいいです。ちょっとね、上がって上がって、それでもしこっちちょっと足りないと思ったら少し付け足しても構いませんので、少し短めにしておいて、そこを3等分するようなイメージでね、こんな感じで少し足したってそんなにわからないんですよ。だからこういう風にします。それから差ですけどね、これギューって反る線です。ガクンガクンってこれあんまりしないようにしましょう。スッとこうね、こういう感じのラインですね。で、真ん中の線、ここに真ん中の線があったなら、こういう風に、こういう風にきますよね。意外と縦ラインからのこちら側、くねっと少しね、くねっとさせればいいんですけど、ここ置くだけでいいんですね。これをね、こうにやっちゃう子結構多いんですよ。多分これを普通に真似しようと思ってるんだけど、ここに置いた時点でこうね、進んじゃってると、ここがうねうねしちゃうんです。うねうねしちゃうとちょっとすっきり感なくなっちゃうので、トンって、これ置いただけで、こう置いただけでスタートしてください。で、この羽は横へ跳ねるようにね、これ下にこういう風に行ってしまうと遠くになって変なので、横に跳ねて少しでいいです。ちょっと向こう側に行くっていう気持ちだけで、そこからこうに持ってくるとちょうどいいですね。目覚まし。まあは下が沿うような感じ。こう上がちょっと長め、下がちょっと短め。ちょっとです。で、こう来て、まあ、し。しもね、こうにね、ならないように、これ姿勢悪いですよね。これどちらかというとこういうラインで持ってきた方が綺麗に見えます。で、時計です。ここからのここにこうやってジャンプするみたいに、トントンみたいな、そういう感じです。こっからこうで、しっかり入れたら横へ進むように、これも膨らみますよね。これね、こうしてこうに反っちゃうとこれもったいないので、ここがしっかり入れといて、こういう風に持ってきた方がいいです。そう、あ、ダメだ、映ってなかった。との説明もう一回ねしましょうか。ここね、こっ
からトンです。ジャンプするみトントンって切ってこうですね。っていう説明をねここでしてました。はい、次です。毛はこのくらい、あまり長くしすぎなくていいですよ。で、ここからこういうふうにつながってるようなイメージで、意外と横棒これ長いですよね。長くて右寄り、ここを開けます。はい、いいです。いいわ。今はねだいぶみんなできるようになったかな。毎回言ってたので、こういうふうにゆりかごのようにね、あの一画目がこうやって立っちゃうともう次も立つしかなくなっちゃうので、こういう字になっちゃうんですけど、始めを寝かせよう寝かせようと思うといいですね。はい、の音のは真ん中の線いきます。ここからキュッ、ここまでで止まります。ここあの行き過ぎると大きくなっちゃいます。ここの、あの長さでね字の大きさ決まりますので、ここで一回止まっていいです。キュッキュッってきたら上がりながら回るんですよ。上がりながら回ってあとは落ちていくと。で次ですね、音っていう字が難しいです。これ上と下に分かれてる字ですよね。立つっていう字と日っていう字なんですけど、これをこのマスの中に収めるってなった時にあの小さくなりやすいんですよ。でも本来これ漢字なので大きく見せたいんです。ということは詰めて詰めて上にね、下が狭くなりやすいのでそこが注意が必要です。まずギリギリのラインからこう、このねギリギリ上から始めてしっかり入れます。こういうところはちっちゃくデンとかなんないようにね、引いてちゃんと下に下ろす。そこから短くていいのでキュッと上がる。次、立つっていう字なんですけど、この時に少しだけ空いてますよね。ここちょっと開けとくんですよ。でそうすると次のここからのこれが上に来れますね。こういう風に。でここのね真ん中のこの間隔も丸くなるようにしたいんです。何かっていうとね、こう来てこう来て、例えばこういう風にやんないでほしいってことです。これ変でしょ。丸くしてるんですよ。これ動きがこちら側こういう風にこういう風に来てる、内側にね。そうすると真ん中に丸い空間が開くようなイメージ。こっちもだからこういう風にして潰さないようにしてるんです。風船真ん中入れてください。で次の線質はこれとは逆です。こことここの線で漢数字の2ができるように、この漢数字ってこれですよ、123の2ですよ。これがここにちゃんと作れるように、これ1本目これね、2本目こういう風にキュッと。でこの時点で下半分ちょうど空いてるぐらいにしておいてください。火はここのちょうど立つっていう字のここの部分のこれに合わせようとすればいいでしょうね。幅こうです。ここに来て、ここ離さなくていいんですよこのぐらいな感じでこうしてキュッね、そうすると形綺麗でしょ。でさっきのこれと同じなので右側がね出ますよね。こっちねちょっと長くしてあります。これは3等分ではなくて2等分なので、あこの辺かなって、真ん中ね、ここの線の2等分、こっちじゃないです、こっちの線の左側の線の2等分で、こういう風になりますね。でここです。真ん中がねこういう風になるように、で点とかもちゃんと下側がこうね、あの重くなるような感じで、始まりが優しいです。目が覚めた。目って意外と難しいかな。このラインはどういう、あの中心の線に対してどうなってるかっていうと、こんな感じね、中心の線よりも左側から始まって中心まで来るような、でここからこういう風に来るような、
つながってますよ。こうね、ほら目ってほら、あの女っていう字ですよ。どこに書こうか、こっちに書こうか、上に書く。こういう字がね、女っていう字ですけど、こう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 いう風になって目になりますって思ったら、ここからほらここに来るの分かるね。でここまっすぐでいいです。ぐっとまっすぐでよくて、ちょっと上がって、でこう回りながら上がって、こんな感じですね。最後のこういうところの払いっていうのは、今書いてるの見て多分感じたと思うんですけど、こうでしょ、こうでしょ、くるーっと来てゆっくりなんだけど、最後だけ払い、これが払いです。あの毛筆で書くときも、筆ね、筆で書くときもこのシュッってやるのはやりますので、毛筆でもやります。鉛筆のときね。はい、かです。目が覚めた、半分から出ないこと。あ、ちょっと今跳ねすぎたね。なんかすごい今跳ねちゃって、ここつながり、確かにつながりあった方がいいけど、ちょっと跳ねすぎですね。はい、さあです。さあは先ほどのね、ここ真ん中を貫くっていうところもね、注意してください。意外と多いのがこうしてね、こういう感じの子も結構いるかな。こっちが長くてこっち短くて、意外一見こう綺麗な感じにできてるんだけど、傾きが違うんです。入りというよりこういう風に来ればいいだけで、そうするとね、この 1,2,3 画目の位置が変わってくる、ね、これに対してのこれになるからね、ここを開けるんだよっていうところで、2画目の傾きが違うと3画目が変わってしまう。ここも注意ですね。そう、最近ねちょっとね動画が長くなりすぎてね、ちゃっちゃく行きたいんですけどね、なんか喋り出すと止まんなくなっちゃうね。目が覚めた、また目ですね。目はちょっと復習なので、じゃあちょっとあんまり喋らず行こうかな、このぐらいで。で、たですね。目からたです。ここ、こうギュッと上がりましょう。短くていいのでギュッと上がって、うん、で、ここに空間持たせながらこうです。ちょっとこっちが長い方が綺麗に見えます。で、ここよりも内側にこれが入っていかないこと、ここしっかり開けるようにします。はい、これでいいかな。小学1年生でいきましょう。はい、はい、こんな感じです。目覚まし時計、一番難しいのはやっぱり音でしょうかね。ここね、よく見といてください。それからあとは復習な感じも多いんですけど、意外とできないのはこの目です。目とか、あのこういう四角い字っていうのはすごくね、あの基本を求められるところもあって、できない人多いです。あの大きい子でもね。だからちょっとね、あのよく見直しをしておいてください。それでは頑張りましょう。